ヤガチャガチャンネル。ヤガミハヤテ、ゲームマスターへの道。ヤガミンのゲームマスターへの道とは、ヤガミンのゲームマスターへの道はゲームマスターと名乗るにはまだ早いと感じたヤガミンことヤガミハヤテがまだ見ぬゲームのエンディングを100個集めるまで終われないゲーム修行の道である。この企画は次のステップに進展するためには100種類のゲームのエンディングを視聴者に届けなければならないチャレンジ企画である。挑戦タイトル28本目、シムシティ。メーカー任天堂、発売日1991年4月26日、ハードスーパーファミコン。街育成ゲームの代表格シムシティ。キャッチコピーは、あなたが好きなその都市もみんなが好きとは限らないと渋いキャッチコピーを採用している。街の要求、犯罪率、時価など様々な要素が複合される街を育て人口を増やすことが目的であるゲーム。ゲームでは50万人以上の人口を確保しメガロポリスの称号を得ることが目的となっている。その目的にのっとり今回は50万人の人口を確保しメガロポリスの称号を得ることを目的とする。さあ、今回のゲームマスターは結構特殊なタイトルですね。シムシティでございます。で、今回のこのシムシティなんですが、まあ、スキップありきの長期戦っていう謎のタイトルになっておりますね。早速やっていきたいと思います。というとこでよいしょと。さあ、というわけで、今回やるのは、メガロポリスと言われる、10万人だかなんだかの、すごい人口を、出すっていうのを、やっていきたいわけなんですが、待ち時間ゲーなので、何番がいいんだっけな。そう、マップがね、最初からいっぱいあるのよ。で、このマップをね、どこを選ぶかっていうのも結構重要だったはずなのよね。ちょっとおすすめのマップとか調べてみるか。61番のマップが陸地が 85% ある。はあ、まあ陸地がいっぱいあった方がいろんなものを置けるもんな。なるほどね、なるほどね。あー、確かにこれよく見るかもしんない。下が工場ラインにやなってのよく見るな。ヤガシティね、なんかアイディア力3みたいな感じ。ヤガシティ、よし。で、これに関してはちょっと長期戦のタイトルなので初級で勘弁していただきたいなと思っております。さあ、というわけでシムシティというのはね、街を作っていくゲームでございますね。さてさて、まずは一番最初あれじゃなかったっけ、ドクターライト来なかったっけ。ゲームスピードはとりあえず早い、まあ今は遅いでいいか、遅いにして、で、まあ、後々に稼げばいいってことを考えたとて、まあ、とりあえず原子力発電所を建てるでしょ。で、原子力発電所を建てて、工業地域ね、工業地域を例えばだけど、下側の方に密集させる。なんだっけ、何マスかに一回交通機関がないと、あんまりよろしくないんじゃなかったっけ。で、で、まあ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 、一回例えばだけど、ここにどう、あー、気になる A 型。で、道路を引いて、で、上の方で作った原子力発電所と、ここの工場自体をつなげていく。同じく。で、おそらく工場地帯が発展するに伴って住宅地帯っていうのが弱くなってくるから、まあ住宅に関しては例えばだけど、あれしようか、1階、あー、もったいね、超もったいね。1階、そうね、待ってよ、商業地区が必要なのは分かってる。こんな感じにして、で、商業地区はなんかちょっと狭める感じで、同じく、まあいいか、電線を引いて、電線を引いて、うわー、もう1万使ってんだよな、はえーな。で、右上にある RCI っていうのが、R が住宅地区、C が商業地区、I が工業地区
になっていて、これそれぞれっていうのが上にあればあるほど需要がある状態なので、これは立ててもいいよっていう状態になっていると。なのでただこれ今って立てただけで、ここから時間が経過することによって発展していくので、一回この発展状況を見ていくっていうところが大事かなと。で特にですけど家が建ち始めてるので、まあこれによって人口の増加っていうのが間違いなく狙える状態にはなるかなと。で基本的にはまあ声のところとかでいいのかな、まあこうやってなんかいろいろ評価額とかっていうのがあったりするんだけど、トータルだっけ、そうトータルとか、トータルじゃねえな、どっかでね、タックスかな、税収が見れるんだよね。なのでこれで税収、要は住民税と交通とかそれぞれ置いてるやつとかを見ていきながら採算を取っていくみたいな感じになるかなと思いますね。ただまあちょっと一回これは街の状況になるんじゃないかな、一回ちょっと待って、人口とかが増えていくのとかも見ていきながら、さあ人口が2000人のタウンになりました、市長おめでとうございます、あなたの村は街へと発展しましたぞ、住宅地、工業地、商業地をバランスよく建設することが重要なポイントですぞ。なるほど。でここら辺からプレゼントっていうのがもらい始めんだよね。市長の家、市長、町は順調に発展しているようですな、この町のどっかに素敵なあなたの家を建設してみてはいかがですかなっていうのがあるんだけど、100円高でね、ユアハウスっていうのが建てられるんだけど、これに関しては今は放置かな。ちょっとまだこれどういう状況で建てていくかっていうのが目処が見えてない状況なので、ちょっとあまりにね軽率なことができない。で今工業地区は需要が下がったね、要は人口に対して工場が大きく発展してきたから今工場はいらないって言われてて、でまあ家と商業地区だけど、商業地区もまだ発展しきってるわけじゃないから一回状態的には放置かな。でさらに難しい話になってくるんだけど、時価があるんですよマップの。でこの時価が高ければ、これ犯罪発生率、時価が高ければ高いほどどん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 と、いい物件とかが建つようになる。なので今これあれですね、家が今集合住宅に変わりましたね、マンション系に変わりましたね、あとこれもビルに変わったりとか。なのでこの状況をちょっと様子を見てあげながら進行する必要があるかなというふうに思っているというところでございますね。さあ商業地区がちょっと必要っていう感じにはなってるけど、ちょっと税収とかの流れも見たいし、金があんまりない状態であれやこれややると行き詰まるから、まずはちっちゃい町を作って資金をしっかり貯めてから次のアクションを考えようかな。まあ人口がね、消防署の建設を要求してくれてるのは嬉しいけど、ちょっとまだ建てらんないかな。電力が足らなくなってる、それはないだろ、まだこれしかないからな。1万人超えるかどうかってとこだね。今回は本当に何あるなんか将棋みたいなゲームマスターなので、ちょっといつもと本当にね、ちょっとすげえ面白い展開が来るっていうよりかは、じっくりじっくり攻略していくっていう感じですが、シティ人口1万人以上、市長おめでとうございます、立派なものです、あなたの町は都市へと発展しましたぞ、交通渋滞や犯罪をいかに解決するかはここでは重要なポイントですぞ。なるほど。さああれ下にあるといいんだっけ、上にあると、下にあると需要があるんだっけ。さあ現状626ドルの収入に対して支出が101円か。なるほどね、ちょっとこれ悩ましいね。ちょっといろいろと調べ物とかしながら確実に進めていくかな。確かだけどね、ちょっと待ってね。お交通警報、市長大変です、街の交通量が日に日に増大して交通渋滞があちこちで発生しています、鉄道の導入が交通渋滞を解消するポイントになるでしょう。まあこれに関しても後ほど対応していきましょう。50万人か、メガロポリスになるまで50万人が、ないとダメっていう状態になっているらしいので、まあ正直まだ目標に 3% しか達成してないっていう状態になってると。でかなりなんだ意識をしながらやらなきゃいけないみたいだね。なるほど。で市長の家、市長の家はもう今回は本当に何じっくりじっくり詰め将棋のように進めていく動画なんだけど、
基本的に、あなるほどね、下か、下になってると重要か。で、基本的にはやっぱりだけど、この建設していく上でお金が重要になりそうだね。なんでまあそうだね、人が増えててまだ何も建ててないから税収で増えてくんだよね。ちょっとこのじっくり税収で増やしていこうか。さて今あれですね、ちょっと放置してる間に全体的には発展して、まあ本当にあれを放置したままで2万人に近いところまで来ている状況になるんですが、まずそのお金を得てくっていうところを考えていきたいので、まずここにある、あーっと終わっちゃった、よいしょ、ここにある道路群を一回壊して、あー多分だけどここで発展落ちるだろうな、よいしょ。でここ側の渋滞がよく発生しているエリアを鉄道に変えときましょう、よいしょ。なので強制渋滞緩和ですね。で次にちょっとずっこいテクニックになってくるんですけど、道路を作った距離に応じてプレゼントがもらえるんですよ。それをちょっと引き出したいので、ちょっと一回この道路を大量に作っては壊すというですね、謎の作業をやりたいと思います。プレゼントとはスーファミ版シムシティにおける最重要項目である。条件を満たすことによって特殊な建物が得られる。今回ヤガミが目指しているのは遊園地かカジノが建設できる権利。これは道路量に応じて配布されるという仕組みとなっていて、それを狙って道路を建設している。さあ、道路をたくさん建てたので遊園地かカジノがもらえたんですが、カジノの方はですね、建てることによって若干犯罪が増えてしまうっていうデメリットがあるんですね。なので、もらうのは遊園地にしました。で、基本的にはこのシムシティってマップの中心地が物価が高いっていう扱いを受けてるんですね。なので、ちょっと広げていく上での少しこの端っこに位置するところというかみたいなところに、まあ、犯罪はねもうしょうがないですね。遊園地を、もう一個遊園地かな。まあこれで遊園地が、まああとなんだっけ、まだもらえるのかな、6個もらえるのかな合計で。なのでここら辺とかに1,2,3 で立てて、でここに物価が上がってる、土地の物価が上がるので時価が上がるので、その時価を考慮した置き方にして、でなおかつ大丈夫かな、これのやり方合ってんのかな、設置位置に関しては全く攻略を見てないのでこれが合ってるのか若干不安なんですけど、あやべ、あでもつながるか、こんな感じにして、で遊園地自体は基本的に建ててるだけで税収が200ドル上がるので、まあそれもちょっと利用しながらっていう感じですね。さあ遊園地あと1個置いていいのかな、この置き方が合ってるかどうか分かんないけど建て直しができないんだよね、移動っていうのがないのよ、それがちょっと怖いんだけど、一回ここ埋めていいか、でまたこうして、いやでもそうすると中心地に近づいてるから、だからそうね、ここのどうしようかな、上側1,2,3 ここに立てて、でこういう感じでちょっと人が増えることを大前提にしてる置き方にしようかな。で鉄道を置いてあげて、この状態でちょっと様子見るかな。さあ、ピーチ銀行がこの町に支店を建設したいってきましたっていうことで、お金が借りる施設ですね。ただまあお金借りるってことは借金なので時価を上げるっていう方にしか使わないかな。
で、これをすることで、1500円増えて交通の道路、あ、そっかあれだ、カジノもらうためにここに無駄な道路建てたからだ。だからこれの道路の量が税収が増えちゃってるから、これ全部ぶっ壊して、まあこれでちょっと様子見かなっていう感じですかね。で、これ全部ぶっ壊せば税収的にはっていう、税収はちょっと増えてるから動きはやりやすくなるはずだと思うんだけど、いやーでもな、俺正直シムシティって最大で人口十何万人しか増やしたことないんですよ。だからそうね、なんかその増やすことに対しての圧倒的な知識やコツっていうのが分かってない状況なので、それをどうやって埋め合わせられるかがポイントかなとは思ってるんですが、あそこの時価を上げたカジノ付近がどう発展していくかですよね、ここら辺が。なのでちょっとここの様子見って感じはあるかな。大体の施設は緩やかに発展はしてくれてるみたいなので、ちょっと一回ここの様子を見ていきましょう。そうですね、商業地区や工業地区の足りなさっていうのが災いしてしまってる状態になっていて、人口アップに寄与しない形になってますね。まあ商業地区は少なすぎるか、ちょっとここ追加してこんな感じで電線通してあげて、でここからこの商業地区にかける鉄道を生やしてあげる。でちょっと空いてるところは時価を上げるのもあるから、公園でも立ち上げていこうかな、こんな感じ。あー、ここだけ抜けてんな。ちょっとこの状態で様子を見て、商業地区の発展に合わせて、商業地区の発展に合わせて人口が増えてくれるかどうかを見る感じだね。さあ、あれから 1,2 年経過しましたが、確かにちょっと上がりましたね。ただ交通の便が悪いっていう、まあそりゃそうか。てかここ繋がってもいねえんだもんな、どうやってここで働いてんだろうみんな。なのでちょっとここは繋げとこうかな、遠すぎる気はするけど。でも思いのほか発展しないね。スタジアムって時価だっけ、3000円、建てとくよいしょ。だこれでスタジアムを建てて、スタジアムは建ったが、ちなみに今の声としては、犯罪が多いことによって、評価が下がってる。住宅費、税金に関しては知ったこっちゃねえな。そうね、まあすごいじっくりとした育成であることは間違いないんだけど、でもそうやってかないとちょっと不安ではあるので、あれする、ちょっと電気の火力のやつも作っとくか。電気足らなげな空気出てるもんな。この状態で死ぬほど放置するか。さあ、動物園ができるようになりました。住人のための娯楽施設を建設しましょう。特別報酬も入りますと。まあじゃあ、あ、金がねえわ。じゃあさらに放置するか。ん？なあ、もう犯罪刑法やばいな。さあ、あれからまた2年ですが、時価の問題かわかんないですけど、うまいことここの住宅が育たないですね。まあ動物園置いて、ちょっと一回ここは全体的に住宅にして、で電力が足らないアイコンがいっぱい出るので、ちょっともう一回ここら辺全体的に。さあ、で工業地区が足らないってなってるんですけど、工業地区別にここが発展してないんですよね。それが気になるんだよな。発展してくれれば別にさ、いくら作ってもいいんだけどさ、2個ずつだったっけな。まあとりあえず1回2個ずつ作って、それぞれ電線でつないどいて、なおかつここにもちょっと1回道路伸ばしたくないんだけどな、いっぱいは伸ばしてあげて、これで工業地区も若干作り、あーでかいあれですね、あの家とかも建ってますね。
ちょっとこの状態で工業地区また増やしたので住民の需要は満たしてるはずなんですよね。ここからちょっとどういう流れになるか見ていきましょうか。さあ1年後なんですが、一気に人増えましたね。うん、一気に人は増えたし、ちょっと発展もしているっていう感じですね。ただ家がね、やっぱりまばらなんだな。これが気になるんだよね。ちょっと待って、時価はどうなってる。何かゲームの見方違う可能性があったりしたら怖いな。あーでも時価ここら辺やっぱ高いですね。でここら辺がまだ全然発達できてないので、もっとなんだったら家建てていきましょうか。その方が税収増えますし。さあまた16ブロックぐらい増やしたので、需要としては必要って言われてるんで、人が増えてきてくれてもおかしくないのかなとは思ってるんですが、一回ちょっとこの状態でまた様子見ていきたいと思います。さあ図書館などのですね、施設をもらうことができたので、時価アップのためにここに置いときましょう。なのでこれ、おっとっとっと、もう犯罪警報が鳴りやまないのよさっきから。だからこれつないどいて、ただ確かね、病院っていらないんだよ確か。そう、これがね自動的にできる病院と学校なんだけど、確か病院と学校はいらなかったはずなんだよな。なのでちょっとそれをどう運用するかも考えなきゃいけないところではあるんですが、一回あれしてこうか、ここを商業にしといてみようか。こんな感じで、でここをさらに結んであげて、これで今需要で欲しがってるものは満たしてるつもりなんだけど、どうだろう、一回見てみようか。さあ発展したはいいけど、また工業地区が必要とされていて、人口がですね目に見えて目減りしてるんですよ。犯罪が多すぎると、犯罪なんて頑張ってほしいもんだけどね。なんでこの警察署建ててないかって、とっても簡単な理由で、これ建てちゃうと一気に税金がかかるようになるんですよ。要は町の負担費用がかかるようになるので、それをですね塞ぎ込む意味合いも含めて警察署を作ってなかったのですが、あ、真っ赤ですね。これによって時価が下がってるんじゃ世話しねえから、一箇所警察署にしますか。でちょっとこの状態と、どこだろう、ここかな、あとっとここのこのあんまり発展してないところへんに警察署建ててみて、これで様子見ようか。あとついでにだけど、ここ警察署はね、工業地帯も多かったので、ちょっとこの状態にしてみて、町のその犯罪発生率がどれだけ下がるかっていうのを、あ、こっち側、あ、ここも効いてる感じしますね。ちょっとこの状態で置いといてみましょう。あー、犯罪発生率下げただけでキャピタル5万人まで行きましたね。さあ空港や港の建設が重要なポイント、まだね全然作ってもないんですけど、5万人が住む都市、キャピタルになったヤガシティ、果たして50万人は見えてくるのか。次回に続く。シムシティ、実は私やったことがまあないんですけど、シムピープルはやったことある。シムって楽しいよね。次回に続く。